これは関友さん、はい、僕らまあ好きとは言いましたけど、はい、こういうことじゃないですよね、きっと。いや、こういうことです。これがやっぱり一番の夢じゃないですか。なるほど、湯水のように使うっていうね。実際物理的に使う感じなんですね。そうなんです。やっぱもう毎日これに入りたいですね。